次回の100ギリラウンドで使うためのサングラスを選びましょうっていう。これが松山英樹選手がずっと愛用しているレーダーロック。カスタム化できるんですよ。ここ青とかです。それはでもいいかもしれないですね。どうせだったら僕も全部オークリーに進んでオークリーマンになろうと思ってすごい。だけじゃないですもんね、よく考えるとサングラスだけでもないし、はい、大体スポーツやってる人みんなお世話になってますよね、野球選手とかマラソン選手とか、うん、そうですね、はい、スポーツの業界ではかなりの種目が関わっています。はい、まあ、製品のカテゴリーでいうと今ちょっと見ていただけるのは大きく分けて、まあ、トレーニングと、うん、ゴルフが大きいところですね。あとはライフスタイルウェアも1階にあるんですけれども、はい、オークリーマンになりたいんです、僕は。最近ゴルフ場に行くと、はい、このロゴと、はい、去年からかな、このロゴよく見るんですよ。よく見ますか、うん、ありがたいです。結構これスカル、スカルのマークなんですね。ちょっと海賊みたいな、そうです、ちょっと左下を向いているような角度で、はい、で後ろにこうバッテンの骨がある。あ、なんか鳥かなんかだと思う。あ、そうなんですよ。なんか走るなんかダチョウ。そう、見える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 、そうわーっとしてる。はい、どうしましょう、今回のオークリーマンになるのってどういう方向でいきましょうか。そうです、強い感じがいいじゃないですか、イメージとして。シュッとして、松山選手と同じあれですからね、シュッシュッとして。まだ寒いので、はい、まあ、この辺のこうちょっとあったか防寒アイテム、うん、一番目立つ好きなトップスを選んでいただいて、あとインナーとパンツを選ぶとスムーズかなと思うんですけれども、うん、でこの辺がダウンを使ったアイテムで、あとはこうウィンドジャケットタイプ、うん、あんまりモコモコしてない方が好きであれば、冷たい風をシャットアウトしてこうシンプルに着ます、うん、あとはブルゾンタイプ、うん、ちょっとこう尖った印象に。とこれは上下できなくていいんですけど、一応同じシリーズで上下。これは一つ組になってるんですか。実はですね、はい、これが中が袖が取り外せるようになってまして、結構袖のここから一緒なんですか。あ、そうなんです、ゴリラみたいなこうインナーが外せるようになっていて結構ゴルフってスイングするときに、はい、肩周りが窮屈だと硬かったり、うん、とても打ちづらいと思うんですね、うん、でもこれがこう、ここの身頃のところはとても暖かいんですけど、うん、ここはとてもこうスウェット風なので、うん、すごく動きやすいです。実際なんかちょっと一個掘ってみますか、はい、まず。こういう変な質問を2つしたいんですけど、はい、なんでこれに2つで1つにしなかったんですか。こういう素材で1枚と、はい、このダウンベストの一揃いっていうのにしなかったのかってのすごい気になるんですけど、はい、そういうタイプもあるんですけれども、うん、これはちょっと、アレンジですかね、もたつかない、うん、着てみると、こういうのもありだなっていう、はい、あ、すごい、すごい、の意味がわかると思います。ビヨーンって、こう戻ってくる、伸びる、うん、伸びて戻ってきます。ゴムみたい。この縦の動きだね。こういう、はい、すごい、ここだけギュッと、ね、そう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 、動きですね、はい、言い方悪いですけどちょっと締め付けてて、ここはいらないですよ、確かに。 この感触は上だけ、そうそう、上だけでいいって気持ちになって、こうビヨーン戻るみたいな、心ちゃんに言ってた気がする分かった、着ると分かりますよね。面白いっす、はい、これ面白いっす。で、もう一個聞きたかったのが、うん、これだけで着るとかってなんか面白いっすねって言いたかったっていう言いたかっただけで、女性にありますよね、こういうありますけど、ありますよね、表向きでは着ない、着ない、隠して着るやつこっちはもう素直にあったかいやつですね、そんな感じ、こうあったかいやつですね、うん、こういうの僕持ってないんですよね。あ、これすごくいいですよ、うん、中綿パンツなんですけど、うん、とてもストレッチが効いてるので、パッターのライン読むときにしゃがんだりするじゃないですか。なんか大変そうですよね。はい、そうです、ね。そうなんですよ。それがすごくストレスなくできます。あ、あるよ。あるよこれ。あ、伸びる。伸びます。こいつがいる。はい。オークリーのウェアの特徴はやっぱりこの肩の肩周りの動きをスムーズに
妨げないで。ゴルフ屋ってそういうのみんな気にし、はい、やってくれますよね。着やすいですよね。はい、クジラ岡さんはどれ着てますか。ダッシュです。あ、似合う。似合う。この時期は特にやっぱり。これは結構好きかもしれなくて、なんか韓国のインスタグラムやってる人みたいな感じな気持ちになって、シュッとした気持ちに。シュッとした感じが。あのそうじゃない、すぐ綺麗そうな感じ。スパーン、シューみたいな。サングラスだけ。スマートな感じ。そうそうそう。好きっちゃ好き。似合う。ふわっとして、ここ開いてますね。さっきの鼻が薄いから比べるとあれ。あんまりこうお洋服がこうダボって、はい、サイズが大きいの着ちゃったりすると、グリップがここでちょっと冬場は特に引っかかりやすいので。あんま感じないですね、うん、これがなければいいと思います。うん、で中はどういうのがあるんですか。なんかあとは。うん、貸し出しとかをしていると、うん、結構この辺がとても人気があります。なんか似合いそうな感じがしちゃった今、うん、しちゃったしちゃってしまったしちゃってしまった。普段ゴルフってこれだけでやる人っているんですか。あ、でもありますよね、うん、秋とか春とかは、うん、あとは下に履くものか。そうですね、はい、プリはとても立体サイダーのパンツがすごく手色がありまして、これ色じゃないですか。ちょっとこう元々あのアドレスの体勢って膝ちょっと曲げるじゃないですか、はい、そういう膝を曲げる、本当だ、すごい状態のパターンになって、初めて見た、はい、なので曲げやすいんです。あの曲がってる、ただ単純にロストロートしてるこうじゃないですね、まっすぐじゃなくて、はい、こうなってるってことですね。そうです、何パターンかあるんですけども、こうストーンとしてなくてちょっとこう立体なんですよ、うんうんうん、こう縫い目がちょっと独特のラインに入っていて、こうなってる。そうすると曲げた時に楽っていうことですか。そうです、あのいろんなこうゴルフでのストレスない、ね、はい、動きがストレスなく、まさにおっしゃる通り。これこの生地すごいんですけど。そうなんです、あのなんかマイクでやっても綺麗なバイク乗る人とかも見えそうな、ね、あ、もう全然寒くないんだ、風が入ってこなくて、うん、はい、これすごい。今までと違う雰囲気を目指すのであれば、うん、どちら上下どちらか取り入れていただいてもいいかもしれないですね。オークリーマン、オークリーマンですよ。これは寒いんですよ、最近ゴルフやってて足が寒いんですよ。これは暖かいです、うん、例えばこうちょっとシンプルにするのであればこういう感じ、あ、ちゃんとしてますね、はい、もうちょっと攻めるのであれば、はい、おー、来た来たよ、うん、イエロー。これも面白いですね、素材の感じとか。そうなんです、ちょっと、うん、あの温かみもあるので、はい、なんかこういいかな、はい、季節感が出てイーブンって感じ、雑誌の、雑誌の表紙かしら。そう、表紙。その話してもいいですか。いいっすよ、全然。あの日野さんがこれすごい気に入ってます、うん、あ、日野さん好きなんかな、カバーモデルの、はい、あ、日野さんコーディネートは日野さんが初代オークリーマンかもしれません、はい、なんかこうこういう感じで、はい、モデルさんならではのワントーンコーディネートというか、ね、ちょっと上級者な感じ、うん、感じします、はい、この上にもちろんあのアウターも持ってらしてたんですが、最近オークリー良かった、日野さんが着てるからとかあるんじゃないですか、うん、ですかね、それっぽい、やっと分かってきた、はい、シンプルは日野さんがこう極めつつあるので、うん、ド派手で着ても違うラインでいいかもしれません。でもなんかリサさん目線も知りたいですね、はいはい、サングラスに青が入ってるので青は1個入れたいなっていうのは、うーん、の中でもちょっと強めな、うん、はい、このねラインは入れたいですね、まあ、青なのか、うん、まあ、グレーなのか、うん、とあとは、うん、まあ、この縦に伸びるっていう、うん、これはね着てみてあれ違うぞって気持ちになりましたもん。だってキラキラしてました。そうおーってなんか違えって思ったもん。ズボン、はい、黒っぽい感じ。うーん、あ、確かにシュッとしそう、うん、あ、確かにこんな感じ、うんうん、ゴルフやってそう、うん、あ、ここもポイントで黒いので黒あってもいいかなみたいな、みたいな感じですね。あ、なるほどね、あ、わかります。じゃあメガネ手に入れました、はい、でコーディネートも決まりました、はい、で本番どのコーディネートで来るのかっていうのはラウンドでやりたいと思いますので、これがいいんじゃないのかとコメントいただければと思います、はい、あとリサちゃんもはい、オークリーで選んだんですよね。はい、これを似合ってるやつ選びました。今
今日ありがとうございます。はい、ありがとうございました。あと当日のランボは田中さんも実は一緒に。多分私のショットを見たら安心すると思います。こいつよりはうまいって思って安心できると思うので、助けてくれると思います。これ何が何でもやらないかんですね。はい、1月真冬で寒いですけども、よろしくお願いします。はい、はい、お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。このオークリーなんですけど、はい、僕は思ったよりもデザインがもっとやんちゃ感の高いものだと思ってたのに、着てみるとシュッとしてて、うん、イメージが変わりました。似合ってました。ありがとうございました。新しいメガネどうですか。むしろもう今かけたいぐらい。結構気に入ってる。結構いい感じに太陽が出てるし。なるほど。100ミリ頑張りますけども、まあ、はい、気楽にいきます。はい、気楽にね、はい、まあ、でも100は切りたいですね。切りたい、しっかりね。田中さんも100切らなくちゃってなってるらしくて、110くらいらしいんですよ。一緒に100切りチャレンジで。なるほど、サポートさせていただきます。あと昨日上がった動画で、はい、リサちゃんへのコメントに三枝さんが答えるっていうコメントあったの知ってます？はいはいはい、見ました。あれね、いや、リサちゃんに聞いてるのであって三枝さんに聞いてねえよっていう。いや、でもね、うん、でも、うん、実際8割ぐらい合ってるんですよ。もう結構心ちゃん私のこと見てるので。あれって何も質問されなくて、三枝さんがリサちゃんのこと見ててこうなんじゃないのっていう風に解釈したことを言ってるんですよね。でも8割合ってます。合ってる。全然合ってます。私は見ながら、さすがだなみたいな。そう、なんか修正したい部分とかありました？まあ、ウエッジのところですね。なんか58じゃなくてどうして56を入れてるのかみたいなところの問題で、アプローチを56でしかやらないんですけど、52はあんま使わないので、その分58ではなくちょっと立てて56に。アプローチはもう56でいく。56です。で、3バンカーは？バンカーも56です。だからその開きで調節して自分でやってます。あ、なるほどなるほど。52はあんま使わないので。あ、じゃあ52は使わないから、度数をこう分けて転がしも上げもできるみたいな感じで56を入れてるんで。じゃあもうそもそも56が好きで56もよく使ってるから、56があってそこから始まってるってことですよね。そうです、そうです。なのでそこぐらいです、私が述べたい点は。で、僕思ってたんですけど、どうせだったらここでコメント欄にリサちゃんに聞きたいことっていうのをいっぱい書いてもらって、それを次のラウンドで聞いていこうかなと思ってるので、ぜひ皆さん質問したいことあったらここに書いてください。コメント欄にこの動画の。お願いします。うん、ね、はい。それでいきましょう。はい、高評価とコメントをたくさん書いてください。あとチャンネル登録。これが増えると嬉しい。はい、です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。